どうも、りょうまいカップルのまいです。りょうです。はい、今回は、はい、まあ、インスタグラムとかで募集した質問返し溜まってるんですね。溜まってるので、していきたいと思います、はい、イエーイ。はい、今回は、異性の嫌な言動行動、はい、異性が、まあまあ、異性された嫌な言動と行動みたいな、変えるか手前みたいな。いや、なんか変えるかというより、まあ、変えるかも含めた、なんかそういう、まあ、嫌やなと思う。そう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 。を、めっちゃ来たので、ちょっとなんかめっちゃチクチクするねんけど。はい、脱毛してるかね。来てます。はい、じゃあまず一つ目。はい。女の子をお前って呼ぶ人。男が、女にお前みたいな。うん。お前とか絶対やめた方がよくない？それは嫌やな。正直。嫌やな。俺は使えへんねん。マイコもな。言ったことない。え？言ったことないんだけど、え、怖い怖い怖い。こういうのからなんか冤罪とかでできんやなと思う。ほんまに。の。口が達者や。まあ、こうやって、お前とか言わない。りょうくん。りょうたん。ほな、嫌やな、でもな、これはな。ないな、俺は。まあ、男から、まあ、女もあかんけど、いや、俺は、男で多いやん、言う人。そういう話になったことあるやん、一回。何？俺は、その、お前って言われるのも、なんか嫌。個人的に男同士があんまり好きじゃない。わかるわかるわかるって。だからの、はい、次。自分は良くて私はあかんって言ってくるところ。まあ、それもあかんのじゃん。だ、まあ、自分はこれしていいけど、女の子と連絡取っていいけど、お前は男と連絡取んなってことやな。例え話で言ったら、それはあかんやろ。でもそんなタイプじゃないもんな、どっちかって言ったら。違う。じゃあ舞子が仮にさ、男の人と連絡取ってて、え、じゃあそっちも女の人と連絡取っていいよって言ったら取る？わざわざ。わざわざは取らんけど、別にそのわざわざ拒否はせえへんくなるよ。無理。じゃあ自分が取ってたらやん。だから無理やな。え、自分がやってても。やらんけど、なんかその。じゃあやらんけどじゃなくてやってても。それでもなんか女の子と連絡取る必要はないと思ってる。だからそっちもや。だからそもそもなんかそっちが取ってる前提の話やから、それは。ね、りょうくんってわざと多分するタイプやね。やられたらやり返したいから。そうやん。え、それは浮気とかの話だって。え、浮気やられたらやり返すの？うん、やり返す。え、それでなんか満たされんの？うん、いちいち意味わかんない。それでさ、許せるんじゃん。いちいちだと一緒やで、立場。そっちが先にしたとか関係ないで、もうお互いやで。じゃあ、うん、それでチャラや。チャラにできる？うん、私チャラにできひんわ。仮にりょうくんが先浮気して、私が先、まあその後浮気しようとも思わへんけど、でもなんか多分浮気されたことに対してめっちゃショック受けて、なんか好きになれへん、もう一回。だからその後やっていくかは別として、とりあえず一旦やり返しとこうかみたいな。結構根性あるんですよ、この人。ほんま根性悪い。見られてやり返す。根性、普段の喧嘩でも根性悪いんじゃない、やった方が悪いやん先に。じゃあそれ、じゃあそれだけじゃなくて、普段からやり返す精神なんですよ、この人。まあこれも良くないね。はい。笑うとき目なくなる人。え、可愛くないそれって。なあ。だから目までこう、ニコって笑うってことやろ。まあ、要は笑ってるとき、狐っぽくなるってことやろ。狐ってか、まあまあそう、だから。目ん玉が見えへん。もうニコって笑いすぎて目がなくなるってことや。マイクなくなる？いや、なくならんやろ。なくならんよ。だからなくなるってか、ほとんどの人結構本気で笑ったらなくなるくない？大体。お前、ほら、ないやん。あるやん、今、つぶってるから。いや、まあ。なくなるやろ。マイコ、その前に歯ぐき言われんねんけど、いつも見て、こうやってやって、なんか、うん、それはもう生まれつきやな。愛してな、ここも。これはでもちょっと、そんな嫌かなって思うけどな。笑うとき目がなくなる人、マイコもいいと思う。ね、TikTok 一緒に見てるときに、この子可愛いって言ってくる人。まあ、男の人かな、うん。彼氏みたいな。いや、いいんちゃうんですね。え、いいタイプ？じゃあ一緒に TikTok 見ててかっこいい人って、え、めっちゃかっこいいって言っても嫌じゃない？別に嫌じゃない。なんかな、りょうくんって、なんかやきもち焼くことになんかダサいって感じるタイプの人でさ、みんなな、これ絶対認めへんねんけどな、やきもち俺は焼かんってねんけどな。でもな、絶対焼いてんねん、正味。興味焼いてんの？いや、焼いてない。ほんまに別に。焼いてる。絶対焼いてる。いや、なんかその、俺がちょっとこう、可愛いって言ったら、
なんか違う違う違う、いいって一回黙って、うん、俺がとかじゃなくて、うん、あの舞子がじゃあめっちゃ男前の人にめっちゃ言い寄られてる、ありえへんとかコメントやめてください、そういうのいらないんで。例えばだ、言われたらどうする？俺はいいと思う。なんで？わざわざやで。わざわざそのなんかあえて言ってくるのはちょっと嫌、なんかそのだるい、なんかこうなんか焼かせようとして言ってくるんか、なんかそのじゃあじゃあ普通にガチでかっこいいと思ったとか、うん、あ別にそれはいいんちゃう、こういう人がタイプなんやっていうの見えるやん。なんか焼きもち焼かへんスタンスがめっちゃ不満やねんな、賞味。なんでやん、焼きもち焼きやって思っちゃうねん。なんでやん、かわいい。なんか焼きもち焼かでもな、最初付き合った年焼いててんで、自分覚えてないですお前さ覚えてない、もうええって、はい、もう次次、じゃあもうそれはわかる、私この人の意見めっちゃわかる、はい、次次、喧嘩した時に何かとお前のこういうところがあかんねんって自分が悪いのを認めへんところ、この人ガチで、ほんまやガチで、この人がなんて言ってる、とことかってきてるが嫌、だ嫌なとこって質問してるからそれ嫌や、不満ってことやな、質問がまず嫌なとこって聞いてねえからお前、これそれはもう相手に言うしかないんちゃう、じゃ相手に言っても直らへんじゃない、だ結局そもそもこう直そうとすることを求めたらへん、この人たちは、わかる、はい、舞子たちが質問聞いてて、うん、こんなことあるよねとかいう話をしてんねん、お前さな、お前な何を言ってるのさっきから、わかる、こういうことあるよねっていう話をしながらね、これ、はい、まあそういう時もあるよね、やっぱり謝りたくないんでしょ、先に、いやそれそっちの共、そっちの共感なんやさ、やっぱそんなじゃない、思わへん今の、だってさ謝りたくないんやなって分かるみたいな、そっち側やん、はい、もう次次次、いやそっち側なんやと思って、やっぱこの人やっぱ変やわ、口だけで行動せんやつ、はいこちら次次、ほんまこれもうやばいやん、次自分でやってるこれ、自分で書いてる、次、まあでもそれはお互いあるから、いやマイクは行動すんもん、お前、よう言うたら、マイコ行動すんぞ。結構言ったこと全部行動してんで。行動の割合は多分大きいけど。いや、割合っていうか、してるもん。絶対する。もう分かった。もう次、次。生理の時に生臭いって言われること、どうですか？生理の時にせえへんかったらいいんじゃないかなと思う。生理の時にまずすんのが悪いと思う、マイコは。それでもさ、してるってことはさ、それありきでさ、やってるわけやんか。それはさ、男の人が理解してさ、我慢したらよくない？思わへん。まあ、それはそうやな。だって、俺はもうその、匂いがフワンってきたら嫌やから。じゃあさ、お前さ、それさ、昔あったこと言わんといてくれへん。あったから、もうあの。だから、お風呂場でしようみたいになってんな、その時。うん、でも、うわっだからもう、やりたくないです。せよ、生理の時はほんまにしょうがないね。ほんまに臭いから自分でも嫌やもん、トイレ行くときも。生理のときはでも衛生面的にやっぱしない方がいい。うん。それからもうお互いやらん方がいいわ。はい。次。お出かけする用意が遅い。ああ。俺じゃないやん。まあでも、これってどっちの意見？これ見して。男の人が言ってる。あ、じゃあ、これは私言っていい、ちょっと。これすごいいつも思うねんけど、この人がよくな、なんか舞子が化粧して、言ったらお風呂入って化粧するわけよ。で、もう軽く1時間半とか2時間ぐらいかかんねん、やっぱりな。前もっと起きてやんねん。でも、じゃあ、いざ、一緒のタイミングで合わせて一緒に終わるっていうのは難しいやん。だから前もってやるわけ、女の子は一生懸命起きて、化粧して。だから、費やす時間が違う。男の人と女の子の。費やす時間が準備に対しての。絶対に違う。だからそこは、女の子が遅くても、あ、一生懸命俺のために可愛くしてくれてんねん、用意してくれてんねんなって思うような、心の広さがないとダメ、うん、なんでこいつこんな用意遅いのとか絶対思ったらば、うん、そうやんな普通に。だから俺はもうそもそもその何時に出るってあれやんか、じゃあ俺はその時間に行けるように準備するだけ、うん、だからそれは結局、準備の言うたらさ、簡単に言ったら、ね、まあ、そのメイクする男性もいるから分からへんけど、うん、一概に大体まあ、本来そうやん、男の人ってお風呂入って例えば髪の毛セットしてやん、服着替えて、まあ、髭剃るなり何なりするかもしれんけど、で、終わりなわけよ、
女の子っていうのは、じゃあお風呂入ったら髪乾かす時間も長い。でそっから化粧、まあ、スキンケアして下地塗ってこうやってメイク眉毛描いてってやっぱ丁寧にしないとダメ、うん、その時点で1時間ぐらいの差は生まれんねん、うん、そこは遅くても理解してあげてほしい、この彼氏さん、うん、まあイライラするのも分かんねん。だから俺が思うのは、その例えば大体分かるやん、1回どれぐらいかかるってその用意に、うん、だからその用意を例えばその人がし始めたらずっと俺は携帯いじったりとか、そういった時間でこう埋める。で、自分が用意しなあかん時間だったらする。まあでもうちらそうやんな、うん、大体もうさっき舞子がやってて、こっちが2時間かかるんやったら俺30分ぐらいで終わるから、そのこっちがやり始めて1時間半後ぐらいに用意し始めるみたいな。だからもうすぐ化粧終わんでとかって言うな、うん、もうすぐ化粧終わるし早くそろそろ用意してっていう感じ。もうそのそこをこううまく合わせていかないと結局どっちかが待たなあかんことになるから、うん、まあ、それが一番の対策じゃない、うん、一緒に準備始めるのじゃなくてね。はい、次。はい、自分には優しくても店員さんとか困ってる人、年配の方、困ってる人に冷たい態度を取る人。あー嫌や、マイコも嫌。パートナーには優しいけど、うん、要はもう他には冷たい人っていう感じやな、うん、めっちゃ嫌じゃない。まあ嫌やな。え、じゃあマイコが例えばうらーとか言ったら嫌なの、うん、まあ高圧的な態度を取らんかったら俺はまだいいか、その冷たいっていうかそっけない程度やったらいいか、そのなんか俺が下向いておいみたいな店員とかに。え、でもマイコ愛想ないのも無理。正直その店員さんに愛想よくしてる人は結構好印象。例えばで店員さんがものすごく失礼な態度取ったりおるやん最近、店員がすごいちょっと不愛想とか、うん、そんな人には別に愛想よくしなくてもいいと思うけど、普通の人にはやっぱ愛想よくしてほしいかな。あんま結構しないタイプやんか。せえへんな。結構全然なんかありがとうございますもんなんならあんま言わんよな、うん、でやっぱそれまあこうよう言うな、うん、ちゃんと愛想よくしやみたいな。愛想ないから、まあした方がいいんじゃないそれは。絶対した方がいいと思う。私愛想いいから、どっちかって言ったらムカついたらめっちゃ大変だし、まあ、でもここの話を掘っちゃうとやっぱりそうやって愛想を振りまいてこう周りに気使う人、気配りできる人って気づかれとかもするから、それは要は程よくやって、そうやんな。デメリットもあるかもしれへん。デメリットっていうかいいことはあるで、もちろん。いやだってその方が見栄えもいいやん。まあもうそうそう。でもその気づかれがストレスになったりとか知らんうちになる人もおるやん。でもありがとうございますって別に言えるくねって思うよ、マイコ。それぐらい言えるかもしらんね。それぐらい、いや、そこだけを取ったのに。そんななんか店員さんにさ、なんか何もそれ以上言うことないやん。でも店員さんにそうやって気使える人ってみんなにこう気配れる人じゃない。店員さんだけめっちゃ優しいみたいな人おれへんやん。まあ、でもみんなに気配りもできてほしいかな、私はやっぱり。だからそれはまあ人それぞれな。人それぞれやけども喋ってんねん。でもまあ結果冷たくしない方がいいんちゃうかなっていう結論やね。うん、絶対しんどい。何これ、すねるか。あー、これ男の人かな。これすねる、すねてたら蹴り飛ばしたろかなと。怖っ、めちゃめちゃ怖いやん。あ、分かった。なんかこう行こうやとかなんかしててそれがキャンセルになったと、例えばだからもうすね始めるとか。マイコすねへんよな、でも。すねるとかないねんな。でもこっちがすねる。いや、俺すねるとかない。いや、例えばすねるじゃなくて、いや、俺らすねるってなくない？不機嫌になるみたいな感じ。まあでもそんな感じはすねるって。です。多分すねるっていう表現やけど不機嫌になるやで、等しい言葉で言ったら、うん、例えばもう舞子は結局出かけてたりしてもちょっと小喧嘩になってもパンって切り替えるけど、こっちは無理やね。もうイラッときたらもうずっと多分不機嫌やねんか。あ、そう。そう、だからそれはめっちゃ蹴り飛ばしたくなる、わかる。長いってみたいな、もうここ切り替えて楽しもうやみたいなになるタイプやねん。だからそのすねても何になるのって思っちゃうな。すねてか、まあ不機嫌になり続けたところでその1日って別にいい方向に行かんし、もったいなくねって思うから。りょうくんはマジで結構あの、そうやねの一回こうパンってなったらもう、例えばやで、じゃあ USJ 行きましょうって なったとしてて、予定してて、で喧嘩パンなりました、ちょっとこう言っちゃって、で俺が原因とかでなったらもうそのまま謝ったりしていくけど、もうそっちが言い始めてパンなったらもう行けへんっていう、もう絶対行けへんっていう。いつもやねん、絶対行けへんっていう。めっちゃキモいねんそれ。もう絶対行けへんっていうの。でその後だから楽しめる未来が見えへんし、だからもう行けへんっていう。
だってそもそもそうやってなんか原因とかはなんか舞子からみたいに言うけど、別に舞子からだけじゃないからな。舞子がその前にイラッとしてるからな。それで言ってこっちがイラッとしてみたいなことが繰り返されて、もうこっちはもういけん、もういい、もういかんし、絶対いかん、絶対いかん、ええ、ええ、絶対そんな顔してない。いけ、あ、もう出て、しゃくれてるしちょっと。はい、次行きまーす。彼女いるのに女の投稿にいいねする。なあ、無理。え、正味さ、インスタグラムの話やんな。おそらくツイッターとか。まあ、TikTok もそうじゃない。あ、TikTok とか。いや、いいんじゃん。え、無理。え、キモいやん、だって。何もう一回見ようとしてんのって感じだし。いいんやが、見る意味あるみたいな。普通に。いいと思う。やっぱ男ってなんかほんまあかんよな、マジで。いいねぐらい良くないと思っちゃう、普通に。そっからなんか DM するとか、その、フォロー、あの、インスタフォロー。え、他のまず女に興味があること自体がキモい。ってことやと思うよ、多分。もう女の子ってさやねん。そう、嫌なんよ。わからなあかんで、自分そろそろ。はい、次。な彼氏が他の女にタバコ本体あげたとき。あ、え、ってこと？タバコの…じゃあ、彼氏が他の女にタバコ本…タバコの本体あげたとき。なんか、箱でってことやろ？箱か、アイコスの本体。まあ、本体か。アイコスの本体。まあ、嫌やな、普通に。絶対嫌。あ、マイコ、それめっちゃ嫌かもしれん。なんでかって言ったら、普段アイコス1本くれんのにバリケチんもん。ムカつく。あ、まあそうやったらな、多分そうじゃない。え、っていうか、あげてんのキモいな。いや、俺、どんな女の人に本体ちょうだいって言われたらいいよ。え、じゃあ箱は？箱も無理っていう。普通に。めっちゃ笑ってる、めっちゃ笑ってる。普通に無理っていう。あ、一本やったらいいっすよっていう。もうこれちょうだいみたいなことする。無理、無理っていう。え、お願い、もうほんまお願い、お金払うし。あ、やったら別にじゃん、お金払うんや。あ、お金払ったでしょか。うん、え、じゃあ、もうお願いみたいな。無理。それそれそれ。え、なんで一箱いるんか分からへんって。あ、でもこの人もそっち系やと思うわ。結構ドライな人やから。じゃあお金 あるとかないとかじゃなくても、え、なんでってなる。自分で買ってよってなっちゃう。まあ、こんな冷酷な人間である意味良かったかもしれんもん、みんな。冷酷や。冷酷やね、多分。冷たいもん、人に興味ないからな。うん。まあ、そのなんか、交流がある人とかにないから、ちょうだいでと。理由があって言うやん、大体。うんうんうん。それやったら渡すの、もともと知ってるから。まあ、それはちょっとわからんでもないけど、でも。例えば、その新幹線乗る前で、なくなっちゃったとか、例えばタバコが。うん、新幹線の中とか売ってないやんか。うんうん。そうやったらもう、あ、そのまあ、そういうタイミングやったら渡すと。ああ、なるほどね。それでもあの、それ信仰がない人は渡せ。ヒチやからな、結構。はい、次。インスタで知らん女と絡む。ありえへんやろ、こんなん。これはないかな。え、てか自分さ、インスタグラムやってないって言ってたけど、ガチなの。やってない。ガチやってない。昔やってたり作ったで。作ってたけど、一個も投稿せんくて、ただ、いや、え、それはインスタ見てる今。いや、わからへん。もうパスワードも ID もわからへん。で、なんか知ってる知り合いをフォローするみたいな。で、フォロー返ってきてみたいな。で、ちょっとやっ見るせん見るせんな。いや、じゃあ、やったろうかなみたいな感じだったけど、なんかもう訳わからんから、見もせえへんし、みたいな。で、やらんみたいな。俺はな。でもこれはありえへんな。知らん女と絡むって、その、付き合ってる前提、付き合ってる状態なんやったら、もうあれやろ。浮気よ。そう、まあ、必殺遊び人や。うん。普通に、まず、そんな、なんか、新規の女行った時点で前からもうあかん思うねんな。もうこれだけは。もうこれはもう論外、正直。ほんまに。うん。はい、次。あ、これは？喧嘩中で連絡取ってない間に、幼馴染と夜中ドライブ行く彼氏。終わってるよ。喧嘩中、連絡取ってない間に、幼馴染と夜中行く。夜中ドライブに行く彼女、彼氏。これはやばいやろ。なんかさ、結局さ、その喧嘩しててさ、うん、こう、じゃあお互い、まあ片方が向き合おうとしてて、そのそっちが向き合おうとしてない状態で、うん、その向き合ってない時間に一人で考えてるんやったらわかんない、マイコ。一人ですごく悩み悩んで考えてる時間って必要な時あるやん。やのにそれを、なんかもうめんどくさいからつって向き合わずに放置して、他の人との時間を共にするっていうのはマジでもうありえへん。ただの逃げやん。やる気ないやん。やる気ないやつ恋愛すんな。しょうもないから。言うたれ。恋愛すんな。
そういうこと。ほんまそう。しょうもない、こんなん。おままごとやんけ。はい、次。これめっちゃおもろいねんけど。これめっちゃおもろい。インスタで中途半端にフォロワー数いる女フォローする。だから、もうなんかインスタグラマーになれてないフォロワー数そんなおらんけどの女やろ。おフォローしてるってことなんかリアルやん、それって。で、例えばさ、何十万人おるインスタグラマーをフォローしてんのとさ、1万人見たさの見たずの女の子、ちょっと2、3000人とか、そうそう、まあまあ行って1万人ぐらいの子をフォローしてたんだけど、ワンチャン狙ってるやん、もう。あ、いけるんちゃう、ね、みたいな、はい、いけんじゃねみたいな感じやろ。キモいな、あわよくばみたいな。そうそうそう、だからもう言うたらもう違うやん、またそのインフルエンサーに絡もうとしてるというか、はい、いや、何で笑ってるの。いや、まあそういう考えもあるんやなと思って。いや、そうやって、ちょ、こうやって見えへんし、そうやで、そういう考えがないから、あの、わからんかった。いや、わからんかった、フォローせえへん俺。だからりょうくんってなんかりょうわからんよな。次、一緒にいて普通に暇だなって言ってくる言葉って感じや。わかるかも、ちょっとこれは。暇やったらなんか探したらって思う、一緒にできること。そもそもだってさ、暇やなって言ってさ、相手になんかも委ねてるやん、なんかしようや、考えてみたいな。暇なって思ったやったらまず自分で考えて、その意見持ってきてから、これせえへんとか、どこどこ行かへんとか言うべきやけどね。これ男の中分からへんけど、男が言ってるのかな、それな。女の子やな、多分、うんうん、男が言ってんやろ、男の子とか。りょうくんあんまでもどっか行こうとか言わんよな。なんで？けど俺暇やなとかあんま言わんくない。言ってなくない？言ったことなくないけど。暇にさしてない私がいるからな、正直。はい、次。暇にさしてない。はい、次。え、普通に臭いと嫌。あー、臭いの。もう臭い人嫌ってことや。あー、無理、マイコも臭いの嫌やろ。臭いのはちょっと嫌やな。なんかの食欲であったりとか性欲であったりとか、もう妨げるやん、多分匂いで。まあせや、匂いは結構大事やな。うん、それはそうやわ。はい、次。うん、都合が悪いと面倒くさいって逃げる。言ってくれてるやん、代わりに。なんか面倒くさいって言ったことないからな。都合悪くなってもめんどくさいって言ったことないね。これマジで前子自分でも自信持って言える。自分が悪いかったりとか、都合悪くなっても絶対向き合う。俺はもうめんどくさいって言うね。それはあかんよねって話。でも多分本人は、りょうくんは、めんどくさがるしかないね、方法が。もう逃げられへんもん。自分が都合悪い時は。自分が悪いなって分かってても悪いって言えへんねん。そやろ。多分分かってるやろ、自分が悪いって時は。分かれ。じゃあ分かってるやろ、言って。分かってる。こればっかり言ってくれ。分かってる。見えるってね。分かってる。分かってるけど、じゃあマイコと喧嘩してさ、今まで。うん、これラストの質問から言うけど、喧嘩してさ、うん、まあ、バンって出ていくやん。自分が悪い時やで。うん、今まであったやん。うん、逆切れしたりとか。うん、その時は、あ、俺が悪いのに切れてもうてるわってなったやろ。マイちゃん悪ないのにってなるやろ。原因としてなる時もあった。じゃあなる時もあったじゃん、あるやろっつってんの、ほとんどの。あるよ、あるよ。え、そういう時はどう思う？そういう時はなんか、あ、かわいそうなことしたなって思ったことある今まで。まあ何回か。じゃあ言って、ちゃんと。何回かある。かわいそうなことしたって思ったことあるやろ、いっぱい。ある、あるよ。そういうことですよ。マイコいつもかわいそうなんです。はい、全部。はい、あるんです。はい、これ許してください。え、今日やってほしい。え、ここ3回目今日。何、今週3回。いや、無理やってん。なんで無理なの？ 3 はやばい。あの、キャパオーバー。ちょ、なんでしかも1回やのおかんやん。ちゃう、俺のタンクや。タンクの貯蔵具合を。大丈夫、若いがいけんな。残量見て。ないから。ある。ない。生産追いついてないから。じゃ、そこまでやってないやん。週5ぐらいやってる感じ言わんといて。はい。ということでね。まあ、ちょっと質問コーナーをしましたけど、これで終わりにします。皆さん、今日は質問返しで、まあ私たちもね、ちょっとまだ質問返し慣れしてないけど、まあ共感することばっかりやったの、ほとんどが。はい、まあだから、まあね、異性の嫌なとことか
まあ、いっぱいあると思うけど、それ含めてね、はい、一緒にいるのも大事かなと思うし、まあ、臭い時あるからこっちも。すごい。お互いね。私はないで。お互いあるんです。まあそんなこんなで、はい、まあこの辺で終わろうかなと思いますけど、はい、はい、以上、レマインはジョマインはカップルでした。間違えたって、ちょっと待って、やめて、テイク2、はい、以上、ジョマインカップルのマイでした。はい、ジョーでした。20はもう、バイバイ。